それでは皆様よろしくお願いします。私は、こういった、なんとか層みたいな、ところでお話しするの初めてでして、ちょっといろいろと的外れなことを言うかもしれませんが、ご了承いただければと思います。で、今回お話しするところが、先ほどの津崎さんのこのお枝分かれの中の、そのパッケージのところで今、DC キットというものを、うちの研究室が主に私が作ってますが、開発しておりまして、そこを中心にお話しできればと思います。ただ私、プログラマー、いわゆるプログラマーではなくてですね、この研究をする中で、研究はこういうインフォマティクスを中心にした研究はしているので、プログラムは毎日書いてるんですけれども、ただ、そういったプログラム書くことよりは、こういうマテリアル、材料だったりとか、ケミストリーとか、プロセス、こういったところの研究をすることがメインなので、そこを研究しつつ、何かこう、共通して、皆さんにお使いいただけるようなところを、こう、パッケージ化しているような位置づけになりますので、今回こういうものを作ってますっていうところと、その具体的な内容についてお話しいたしますが、逆に皆さんの方からなんかアドバイスいただけると、この開発に役立てたいなというふうに思っているところでございます。はい、それではよろしくお願いします。で、基本的に私は明治大学で活動していますが、本当に先ほど水崎さんから何やってるかわからないとおっしゃっていただいたのと、通りでして、いろいろとですね、大学の、立場も持っていたりとかしてですね、いろんな研究をさせていただいていたり、あと、この株式会社のその CTO を務めて、こちらの DC キットではないんですけれども、このウェブサービスを作ったりということもしております。で、ウェブサイトでそういった情報を公開、ブログの形で週に2日ですね、あ、週に2日、週に2記事更新したりですとか、DC キットという形でパッケージでまとめて、もちろんの無料で配布したりとかしています。あとはツイッターですね。こちらの論文読んだ概要とかつぶやいたりとか、あとこういう更新のところをお話ししたりしているところです。GitHub も使ってですね、いろいろと、先ほど本をご紹介いただきましたが、そのすべての本にその Python のサンプルコードをつけていて、皆さん、実行できるような形式で、配布していたり、GitHub 通じてやったりしております。なので何か、ご興味ありましたらご連絡お待ち申し上げますというところです。で、DC キットを開発していると言いますか、DC キット開発がメインではないんですけれども、この研究しているのがこの金子研で、私が主催していまして、学生と一緒にいろいろとデータを解析しています。で、先ほどのお話ですと、今後バイオパッカソンということで、バイオ関連の方がいらっしゃると思っているんですが、あまりバイオのデータは実は使ってなくてですね、こういう、バイオ関連で言っても、こう、分子のデータですとか、あと、材料のこういう合成したりとか、合成した後に分析した時のデータ、あとはその、実際にご材料とかですと、こういう工場とかでも製造されますので、製造されている時のプロセスの時系列のデータとか、こういったものをですね、解析して、こういう機械学習とかデータ解析、AI とかを駆使して、こういう数理モデル化します。で、数理モデル化した後に、新たな分子とか新たな材料とか、これをこう設計したり、で、プラントこういう工場ですと、もちろん設計も大事ですが、その運転管理をしたりと、制御ですね。そういったものを提案していたりします。ですので、こういったデータはですね、結構企業から、もしくは先ほど最初に、いろんな立場がありますって申し上げた大学からいただいてですね。で、そういったところに、こういう提案をして、で、またその結果、実験して、いただいて、分析していただいた結果だったりとか、プラントだったら運転した後のデータをいただいて、で、またこのさらに改善して次を提案したり、こういったことで研究を進めたりしています。あともう一つ、特色として、オンラインサロンをやっていまして、今日お話しするような、研究の内容のですね、スラックでサロンをやっていたりします。結構な人数になってきまして、結構企業の方が多いんですけれども、大学の先生方いらっしゃって、基本的な活動がこの質問とそれに答えるということなので、もし皆さんも何か、質問等ございましたら入っていただくと幸いです。無料で登録できますし、企業のメールアドレスとか大学のメールアドレスだけでなく、なんか Gmail とかでも登録可能なので、もし何かあればご連絡お待ち申し上げます。
で、この TCKit の話に移ってまいりますが、これうちの研究室で開発した手法ですとか、まあ、研究する中で、まあ、ケモイマティックスも、マテリアルイマティックスも、プロセスイマティックスも続けると、いろんな手法を開発したり、あとはいわゆるスタンダードな、こういうデータ解析とか機械学習を、この手順でやると、いいモデルができそうだっていうのが分かってきてまいりましたので、そういったものをパッケージとしてまとめたものになります。で、GitHub ですね、公開していたり、あと PyPy に登録していたりしますので、Python お使いの方は、いわゆるこの pip インストール、ほにゃららでインストールできるような状態にしてあります。で、うちの研究室結構結構というか、基本的に Python で、研究進めていくわけですが、サーキットランよく使わせていただいてますので、このサーキットラン使い慣れた方にも使いやすいように、基本的に準備をして作るようにしています。あとは、よくデモンストレーションが充実ということを売りにしているといいますか、何かパッケージのこのプラスとか関数だけ与えても、これどうやって使おうかってなると思うので、一応すべてのそのパッケージとか、クラスとか、関数の使い方として、こういったデータを使うとこんな結果が出ますよ、みたいな、デモンストレーションを付属してですね、使いやすいようにしているところであります。で、こういった DCK と何ができるのかというところをお話しするために、やはりもう少し研究内容をお話ししておく必要があると思いまして、少しですね、お時間いただいて研究を紹介いたします。先ほども、鶴田さんおっしゃっていただいたように、いろいろやってまして、ケモイマティックス、いわゆる分子設計とかですね、構造生成とか、そういった研究もしつつ、あと、もう少し大きなマテリアルズ、高分子のこういう重合条件とか、先ほどお話でございました、実験計画法、本にもしておりますが、あと、ベイサイというか、言葉とか実際に使われた方もいらっしゃると思います。あとは、プロセスイマティクスとして、もう少し装置だったりとか、プラントの規模の大きなところのデータを使った、こういうプロセスの設計だったりとか、予測、あと異常の診断とか、こういったものをですね、並行して、学生と一緒にやったりしています。で、ケモイマティックスは結構培養の方と近いと思いますので、ご存知かと思いますが、あまりタンパク質の結晶構造とか、そういったものを使わずにですね、例えば薬に関しても、こういった活性が測定された、IC50 が測定された、こういう化合物群を使ってですね、こういう分子構造を数値化した X と、実際の活性との Y の間で、機械学習によってモデルを構築します。で、構築した後に、この構造をですね、コンピューター上で生成できますので、先ほど、GitHub に、DCKit に入ってるかどうか、入ってませんが、構造生成するプログラムも研究室で開発してまして、で、そういったものでですね、これたくさん作って入力すると予測が得られますので、で、その中でいいものを選んで、これを実際に合成しましょうと。で、合成したら、このデータ化合物群に追加できますので、で、またモデル再構築して、精度を上げていこう。で、次また設計して、こういうモデルを中心に、この分子の設計を回すことができる。もちろん、ここは実験する必要がありますので、先ほど、企業で、実験していただくっていう話もありますが、理研の、客員研究員でしたかね。そういった立場もありまして、理研のお邪魔して、合成実験させていただいたりもしています。で、こういったモデルを作って、次を提案して、で、フィードバックして、さらに上を目指す、みたいなことをやったりしています。で、分子だけで、あ、えっと、有機、低分子の有機化合物だけでなく、無機化合物も扱ったりします。そうすると、その結晶構造とかですね、材料を合成した時の実験条件、反応温度とか反応時間とか、そういったものが X になりまして、で、実際、物性とか活性が Y になるわけです。で、この間でモデルを構築できれば、こういう、結晶構造とか実験条件とかはコンピューター上で仮想的に生成できますので、で、予測して、じゃあいいものを次シミュレーションしたり合成したりしましょうという、またこのループが回せるようになると。で、ここまでお話しした中でも、やっぱりこのケモイマティックスもこのモデルを作って、で、大量に生成し予測する。で、マテリアルズイマティックスもこのモデルを作って、で、大量に生成して予測する。このあたり同じであったりしますので、で、そういった共通するところを DCKit の形にまとめている。そんなイメージになります。で、そういった具体的な研究としてですね、例えば、エビ君も卒業してしまった学生がいるんですけども、理研との共同研究でですね、この反応の予測というか触媒設計ですね、をしていました。で、理研の方でですね、こういう
バックワードハートウィーククロスカップリング、スープミアラークロスカップリング、いわゆる一般的な、これ競争的に起こる系をですね、昔から研究していらっしゃいまして、で、ただ、メカニズムがですね、なかなか難しいということで、放射機械学習で何とかやろうというのがきっかけで取り組んだテーマであります。これ、触媒の構造ですとか、この基質の構造ですね。これを技術化して、で、このイオンの化合物の周率とか、この化合物の周率を予測しましょうというような研究もして、おりました。で、このデータだけでなく、他の論文のデータも追加した、この転移学習と呼ばれているものですけれども、これも DC キットで、搭載しましたが、利用したりしています。で、そうするとですね、こういう、イオンの周率の実測値と予測値、この周率の実測値と予測値、こういった、精度で予測できるようなモデルができましたので、じゃあモデルできたらですね、じゃあこのモデルを使って触媒設計しようと。で、B 君はですね、二つ、まず触媒設計しまして、で、その一つ目が、4の周率は高め。で、一方、この周率は低い形でこう選択肢を持たせて、で、もう一個の触媒は、この4の周率は低めで、で、この周率は高めに、推定できた触媒を実際に作って合成してあげると、実測値として、かなり合う結果になったという結果を得られましたと。で、その後ですね、そのベイズ体系化、先ほど杉田さんお読みいただいた本の中に詳細書かれているんですけれども、このジョーズ・ベイ最適化っていうのが、この外装を探索するのが結構優秀な方法でして、で、その誤って、周率を超えるような触媒設計も成功したということになっています。で、こういったベイ最適化ですね、何も先ほどの化学構造、触媒の設計だけでなく、こういったプロセスの設計もできます。で、岩間くんはですね、いわゆるプロセスインフォマティクスの方で、そのエチレンからエチレンオキスを作るプラント、工場をですね、設計しますという話をやっておりました。で、ここでもちろんそのプラントを設計するっていうことにはなるんですけれども、難しいこととしてはですね、目的変数、あるいはケボイマティクスとかマテリアルズインフォマティクスっていうところのその活性とかですね、物性ですね。その、例えば、IC50 と、あとアドメット。で、やると、6個の目的因子になります。もちろん、副作用とか考えると、もっと目的因子増えますが、で、ここのプロセスでは、目的因子8つありまして、で、すべて達成しないといけない。要は、8つこれですね。それ、エチレンオキシドの、その、流量とか濃度とか、もちろんそうですが、中間体としての、その濃度とかですね、こういったものもですね、ちゃんと目標の範囲に入っていないと、その、プラントとして、不適合ということになりましたので、岩室君の方で、そのプロセスシミュレーションを駆使してですね、この24個の設計変数ですね、エチレンの供給量、入り口の流量どうしたらいいのかとかですね、反応器の長さはどう長くしたらいいのか、短くしたらいいのかとかですね、あと温度とか、これ蒸留との断水とか、こういったものを設計しました。8つあったのですが、一例として、4つ載せますと、これ、またベイズ最適化になりますけれども、このシミュレーションと、その機械学習による次のプロセスの設計、これをこう、繰り返しやってですね。で、138回目ですね。に、その、このすべての、この赤線がですね、目標の範囲を示していまして、範囲の中に入ってると、良いということになるんですけども、結構これも目標高くあったりしたんですけれども、最終的にこの星の、プロセスを設計できたという、こういった結果になったりしています。あと、プロセスで言うとですね、実際のこの時系列データも使いまして、例えばこのプロセス、において測定が難しいもの。例えばガスクロ系じゃないと測定できないとかですね。そういったものを Y にして、で、いわゆるこの温度とか圧力とか、センサーでですね、ピピッとすぐに測定できるようなものを X として、この間のモデルを作ってあげればですね、このリアルタイムに測定される温度とか圧力とかから、これリアルタイムにですね、温度とか密度が予測できるということを達成できたりします。で、またもちろんそのフィードバックしてデータを追加するとモデルも再構築されるということで、またこのいわゆる工場で扱うようなデータを解析する際もですね、このモデルを作って予測するということは一緒ですので、このあたりもですね、マテリアルズインフォマティクスとかケモインフォマティクスと合わせて DC キットの形にこうまとめたりもしています。で、こういったことをしていますと、やはりですね、プロセスインフォマティクスの例ですね。こういった工場でですね、実際ポリマー製品作っているんですけれども、そのポリマー製品ですね、この密度がですね、この上限と下限に入らないと出荷できないという状況で、こういったですね、密度を変えたときに、この上限に入るかどうかっていうのは非常に大事で、で、入ったってことが分かるのはですね、この密度の値、
これサンプリングして、この水時計で数時間後にやっとこの値がわかるので、ちょっとこの遅いんですね。で、遅いので、この先ほどのモデルを一緒に使うと、この赤線みたいな、やっぱりリアルタイムに測定値がわかるので、これを下回ったっていうのはこの時刻にわかるよというので、重宝されたりしています。ということでですね、いろいろとやっています。で、この上限を超えた時もですね、衝突センサー、モデルによって、こう、早期に、この超えたということが分かったりしてるわけです。そうするとですね、やっぱり逆解析という話になるんですけれども、Y を入力して X を測する、これモデルの逆解析になるわけですが、実際にやってることはですね、やっぱりその上限下限を設定して、大量のサンプルを生成する。つまりこういったたくさんサンプルを作って、すべてモデルに入力して、で、Y を予測して、で、予測結果が良好な仮想サンプルを選択するという、まあ、こういったですね、ことに過ぎません。ですので、X を入力しては予測することに、巡回析を繰り返すことになってしまってですね、これ疑似的な逆解析に過ぎないわけです。これ、ベイサー結果も同じ流れです。なので、その Y の値から X の値を直接的に予測する、これ直接的逆解析法を開発しています。で、これもですね、まあ、もちろん DC キットに入っているわけですけれども、例えば有形分子の有化合物データの間で、この特徴量と物質の間でこういうモデルを作れたとすると、まさにこの Y の目標値を、例えば、この Y と X の間の関係が、こういう確率密度分布で表現されるようなモデルになるんですけれども、Y の値を1点決めると、その確率が高いところという形で X を計算できたりします。で、この X の計算できますので、その、いわゆる巡回積をする必要がなくてですね、直接的に、もう Y の値に入力すると X を予測できるという形になっています。で、もちろんですね、そういった実際に、実験計画法で検証したところですね、このベイサイ結果と比べてですね、ベイサイ結果で結構100回とか実験回数かかっていたところ、この直接的逆解析法でこう数十回で収まったりする結果も得られたり、これ横軸実験回数で縦軸、この目的変数の、値としたような、ベイサイ結果ではこう実験、重ねてもですね、あんまりこう Y が向上しなかった例において、GMR、これ直接的逆解析法で、この目的変数がかなり急上昇する。そういった例も、得られたりしています。で、先ほどご紹介していただいており、今回、研究発表させていただきましたが、詳細はですね、こういった本にも、例えば機械学習の具体的な、アルゴリズムとかですね、やり方とか記載させていただいておりますので、ぜひ、ご興味ありましたらご覧いただければと思います。で、そういった、ね、研究成果をですね、こう、まとめたもの、これが DC キットになります。これ先ほどご紹介した通り、GitHub とかPyPy で入手可能で、ございます。で、その DC キットでできることとしてはですね、まあ、先ほどの、研究内容に準じた話ということになります。です。例えば、その、先ほど、ベイサイ結果で、触媒設計したりとか、プロセス設計したり、という話をいたしましたが、まあ、そういったものをですね、まとめて、できるようにしていたり。先ほど申し上げたように、デモンストレーションがですね、ございますので、例えば、ベイサイ結果がどのような形で行われるのか、つまり、その、次の実験条件を提案するってことなんですけれども、それがどのような形で提案されるのかっていうのを、デモンストレーションで確認できたり、します。あと、モデリングとしてですね、いろいろ、開発しています。いわゆるこの可視化の手法ですね、GTM。これ、視線形の可視化。結構、その、線形ですと、主成分分析とか有名だと思うんですけども、まあ、視線形の手法もですね、こういった形で、提供したりしています。あと、先ほど、直接的逆解析、つまり Y の値を入力して、そのまま X を出力できるものもですね、こういう青字で書いてありますが、開発して、DC キットで利用できるような形にしています。もちろん、このレアもですね、デモンストレーションありますので、まあ、とりあえず動かしてみるということはできたり、あとデータだけ変えて、同じことをしたりということが可能になっています。あとは、その、これプロセスインフォマティクスの方ですね、工場で予測するところでですね、まあ、工場なので、日々運転している中でデータがどん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 追加されていきます。なので、そのデータをうまく活用して、適応的にモデルを更新していくような技術もありまして、まあ、こういったものを DC キットで、提供したりしています。あと、いろんな学習方法。機械学習やられている方、お聞きになったことあるかと思いますが、たくさんモデルを作るアンサンブル学習とかですね。あと、教師なしデータをうまく活用するような環境シャリ学習とか。あ、これはモデルの適用範囲によるサンプル選択も可能なものになっていたりとか。あと、
先ほど触媒設計のところでいろんな論文のデータを使っていますって話をしましたが、それをですね、達成するための転移学習とか、まあ、こういったものもですね、DCGT に搭載したりしています。あと最適化として、これスペクトル解析に使うような最適化手法があったりとか、あとこれサポートベクター回帰、回帰分析手法で視点形のモデルが構築可能な手法があったりする中で、ハイパーパラメータ結構時間がかかるんですけれども、最適化に。その高速な最適化可能になったりとかですね。あと、これも結構マニアックな話かもしれませんが、やはりサイキットランでですね、よくやる、グリッサーチ CV ですね。これ、まあ、結構不安定な時がありまして、この安定版を作ったりもしています。あと、サンプリングですね。例えばトレーニングデータとしてそれぞれ分けるとか、いう時にうまく分けられる方法として、ケナードストアルゴリズムですね、搭載したりしています。あと結構モデルの評価ですね。研究室としても力を入れていまして、やっぱりそのオーバーフィッティングを防いだりとか、予測性の高いモデルを構築するためには、やっぱりそのモデルの評価をする必要がありますので、モデルの適用範囲とかですね、このダブルクロスバリデーションとか、このテストデータとトレーニングデータに分けるのに代わるですね、サンプルが少ない時にも有効利用できる評価方法なんですけども、これ搭載したりしています。あと、Y ランダマイゼーションとかですね。これもサンプルが少ないときに、オーバーフィッティングを検知するような評価の方法ですね。あと、これ、うちで開発した方法なんですけれども、例えば、クロスバリデーションに代わる、さらにサンプルが少ないときにですね、こういう、中点を使った評価方法とか、あと、これもですね、この偶然の相関を見分けるような、まあ、そういう指標。あと、こちらが、これプロセスインマティックスですが、時系列データ用の R2 乗とかですね。あと、これは可視化手法、先ほどの GTM。GTM をそのマップサイズとか、RBF カーネルの、パラメータといろいろ最適化しなければいけないんですが、じゃあその指針はないので、この可視化の手法がいいか悪いかを判断するような、こういった指標も開発したりしています。あとは、簡単ですが、その特徴量選択ですね。こういった方法も、開発したりしていまして、搭載しております。ですので、ぜひご活用いただきたりとか、あと、まあ、この後ですね、ちょっと私も、ツールを作成するのが専門家ではありませんので、またアドバイスいただければと思っているんですけれども、まあ、基本的に、DC キットを作って、まあ、パイパイで、配布した方が皆さん扱いやすいので、そういった形にしていますが、では、手順もですね、系統を立てて勉強したわけではなくて、結構ウェブ上で、いろいろ調べながら、実施しただけだったりします。あと、バージョンの上げ方の方針もですね、これ結構適当で、今、多分2.7.2ぐらいになったのかなと思うんですけれども、まあ、細かい修正したら、この Z の部分を1上げたりとかですね、機能を追加したらこの Y の部分を1上げたりとか、あと結構使い方変わったらこの X 上げてバージョン1から2に変えたりとか、まあ、そのぐらいの感じでやったりしています。あと、ま、ドキュメントですね、そんな丁寧に作り込んでるわけじゃなくてですね、結局ブログに搭載したら掲載して、その機能をブログに表すというようなことでやったりしています。あとテストの仕方はですね、やっぱりこう研究で使ったものですので、例えば論文にこの DC キットに搭載されてますと書いてですね、デモンストレーションで実行するような形にして、で、それでまあテストできるようなことにしております。あとはこの継続的なインテグレーションの仕方としてはですね、まあ、GitHub がそれに相当するのかなとかですね、あとまあ GitHub 研究室の学生がいろいろ研究で使ってますので、その使用感で確認するとか、まあそういったところも踏まえながら、日々、開発しているという状況でございます。はい。私からの発表は以上です。もし、いろいろアドバイスやですね、もちろん質問も、歓迎いたしますが、一緒に議論できますと幸いです。どうもありがとうございました。先生、ありがとうございました。じゃあ、参加者の方から何か質問やコメントなどあればお願いします。ケモインフォーマティックスとマテリアルズインフォーマティックスとプロセスインフォーマティックスの中で、プロセスインフォーマティックスは、私はあまり馴染みがないんですけども、その分野で、説明変数 X ってどういう情報なんですかね。ありがとうございます。プロセスインフォマティックスですね。結構幅広いです。幅広くてです。例えば、プロセスを設計するような、こういう工場を
この作りましょうという話ですと、例えばその原料の流量とか、あとこの、例えば反応器のその情報、その反応器の体積とか大きさとか形状とか、あと反応器の中の、反応器における温度とか、あとこういう、装置のその高さとかですね。そういう装置を特徴づける量が、説明変数、設計変数だったりしますし、もう少しその実際の時系列データとかになりますと、実際のプラントで測定されているその温度とか圧力なのと、こういうプロセス変数のセンサーの測定値なのが X になる場合もあったりします。あとはそのスペクトル情報もあったりします。例えばその反応器中で、その NIR をそのスペクトル毎秒毎秒測定したりですとか、IR スペクトルですね、ポリマーを重合しながら連続的に測定したりとか、そういったものですと、そのスペクトルが X になったりするときもあります。はい。よく、検問インフォだと、スマイルスとかなんか決められた、こう、記述詞みたいなのを使う人が多いと思いますけど、プロセスインフォの業界だと、そういうなんていうんですかね、データの表現の仕方の標準化みたいな話ってあるんでしょうか？ありがとうございます。ですね、標準化っていう話は出てこないですね。というのも、例えば、検問インフォですと、いわゆる構造がまずあって、その構造をどのように数値化するか、その機械学習で表すためにどのように X として表すかっていうところの議論になってると思います。はい。例えば、その分子量とか、その部分構造の数だったりとか、フィンガープリントのような、その検索用の数値ベクトルとか、いろいろとやられたりとか、もしくはその最近ですと、構造をその画像として捉えて、そのグラフニューラルネットワークとか、グラフ構造として捉えて、グラフニューラルネットワークとか、画像として捉えて、コンボリューションとか、そういったものがあったり、つまり、その化学構造をどのように数値化するかっていうところでですね、じゃあ標準的な数値化の方法はどういうものかっていう流れがあると思います。一方で、プロセスインフォマティクスとかですと、基本的にもうすでに数値化されています。でも温度を使いましょうってなったら、その温度の絶対値、その値がそのまま X として使えますので。なので、もちろんそのプラントのどこで測定すればよいかっていうのは、議論にはなりますけれども、それ結構プラントごとに、測定する対象が変わったりしますので、そこまでその全体で、プロセス全体、プロセスインフォマティクスの世界全体で、こことことこを測定しようとか、そういった標準化までは出てきてはいないというのが現状になります。ありがとうございます。あと、使われる機械学習のモデルとしては、教師ありが多いんでしょうか？ですね。本当にいろいろ要使素。います。はい、なし、教師なしもですね。例えば先ほどの、GTM のような可視化も、どうしよう。やりますし、あとクラスタリングのような教師なしもしますし、あと、例えば、ケモンヒマティックスでいうと、この構造の生成のはい。ような、はい。何学習っていうのか分かりませんが、とか、強化学習とかですかね。そういうのも使いますし。なので、基本的にモデル作るって意味では、教師あり学習を使いますが、前処理ですとか、それも含めて、目的に応じて、いろんな学習を使い分けているというのが、はい、現状です。GTM はあまり聞いたことがなかったんですけども、非線形な次元圧縮手法だと思うんですけど、はい、おっしゃる通りです。それは実際にやってみて、PCA とかではこう見つけられないようなクラスターが出てきたりとかしたんですか？そうですね。その PC で見つけられない、クラスターが見つかったというよりは、やっぱり、特徴量が100個とか200個とかある中で、それをぎゅっと2次元に圧縮しないと、この目で見えない状況で、より多くの情報を二次元に乗っけることができたという、そんなイメージですかね。はい。
で、その結果としてもちろんクラスターにこう固まってるなっていう可視化も見られたりもしますが、むしろそれよりは、そのたくさんの情報を二次元空間で、見ることができるというのが、大事なポイントかと思います。バイオの分野ですと、TSNE とか UMAP とか、こういった時期圧縮がよく使われているんですけども、こちらの分野ではどうですかね、使われてますか？そうです。使われてます。サイキット1に、あったり、UMAP も別のライブラリがありますので、DGKit に搭載しませんでしたが、可視化するときに結構使われたりしています。なるほど。結構そのプロセスインフォマティクスでも、この異常の診断、異常の検知ということで、結構その、プロセスのデータもですね、例えば、熱位化学の例ですと、こういう、反応器の温度とか圧力とか、いろんな、ポリマー製品を作っているプラントなので、モノマーの濃度が20変数あったりしますので、それをこうどう可視化するかといったときに、TSNE で二次元に圧縮して、で、こっちがその異常っぽいクラスターかなとかですね、そういった議論はしたりしてます。あと、バイオですと、よく、最近、ディープラーニングで昔の問題を解いてみたみたいな話がよく出てくるようになったんですけども、ケモインフォとか、プロセスインフォとか、そちらの分野では、ディープラーニングっていうのは使われ始めてますか？そうですね。結構前から使われてます。やっぱり、このプロセスのデータ、本当毎秒とか毎分とか、ね、測定値が得られるので、結構データとしては溜まってます。なので、大量のデータをこう効果的に処理する、複雑なモデルで処理するといったところでですね、ディープニューラルネットワーク使われて、この Y の予測もそうですし、異常の検知、異常予測、そういったものにですね、使われたりしています。あとはその異常の診断ですかね。いわゆるその説明できる AI とかで、代表されるように XAI とか言われてますが、その説明するという意味合いでですね、異常を診断するということを作ったモデル、構築したニューラルネットワークの診断するということ、解釈をするということで異常の診断に使われたりもしています。ちょっと性能はやっぱりデータサイズ依存、データサイズとかサンプルサイズ依存だと思うんですけども、ディープラーニングをやってみて、その昔より性能が良くなったみたいな報告はもうあるんでしょうか？そうですね。ありますが、やっぱりその毎回毎回ディープラーニングが、データが多いからといって、ディープラーニングが良くなるっていうことでもなくてですね、やっぱりこの評価っていうのが大事だと思ってます。例えば、ディープニューラルネットワークも比較する中で、それだけでなく、その SVR も、あとガウス過程回帰も、もちろん線形の、その PLS とか、リッチとかラストとか、そういったいろんな手法を、こういう手法を、このバリデーションして、ちゃんと評価して、じゃあこのデータセットに適した手法は、そのどれなのか、ニューラルネットワークなのか、それとも、ガス過程回帰なのか、これちゃんと見極めた上で、その設計に使うというような、ことを、重要なこととしてですね、こういう評価に力を入れたりしています。ちょっとディープラーニングは、GPU のマシンを用意したりとか、いろいろ、気軽に試せない感じもあるので、個人としても、そこまでいかずとも、もう少し非線形の、小規模なモデルで対応できるんじゃないかなと思ったんで、はい、ありがとうございます。やっぱり実際サンプル数少ないとですね、ディープニューラルネットワークはトップには来ないですね、来ないことが多いですね。そうですか。ケモインフォを、これから始めるってなった場合は、やはり Python で始める方がいいでしょうか。そうですね、もう私も全面的にお勧めします。Python 一択だと思います。やはり、RD キットの存在が大きいんですかね。そうですね。ケモインマティックスっていうところの RD キットの存在も大きいですし、あとはやっぱサイキットラン。じゃないですかね。二大。ケモインマティックスでよく使うライブラリーっていうとそこの二つ。もちろん可視化という意味では、マットプロトリブとか、
もちろん使いますが、はい。まあ、コアとなるのはそこだと思いますね。すごい、よくできてますよね。なんか、フィットとかプレディクトとかなんか、だけで、ドイツかもって。どんな書き方だけど、全然違うモデル試せたりして、おっしゃるす通りごですいね。なんで、それも踏襲して、このモデリング手法については、このフィットとプレディクトでできるように、したりな。はい。ああ。します。という意味で、こちらもそうですね。